was your week? Did you have a good time? Or maybe not? Then, this is the program for you. Here is a Jumeirah Subcom Center. こんばんは、三浦淳と申します。サブカルジェッター、今夜でなんと22回目ということでございます。そしていよいよ、サブカルジェッター最終回を迎えるということになります。何ヶ月やったんでしょう、もう忘れてしまいましたが、生きるもの、すべて生まれるものは始めあり終わりありということでございます。最終回、僕今までの人生の中で何回最終回を迎えたか分かりませんが、必ず最終回は、スタッフの方からお花を頂戴しました。帰り飲み屋でお花を持って帰るときに、タクシーの運転手さんの方から、何か祝い事でもあったんですかっていつも言われるんですが、祝い事ではなく最終回で必ずお花をもらっているということです。いろんなサブカルの友達が出てもらいました。伊藤聖光さんから始まりまして、先週の井上陽水さんまで、サブカルかサブカルじゃないかわからないような人たちもいっぱい出ました。後にあった清水美智子さんに至ってはですね、私は言っとくけどサブカルではないということを、飲み屋できつく言われました。ということで、これでよく分かったことで、サブカルというのは嬉しい人にはとても嬉しい言葉なんですけども、嫌な人にはとても嫌だったということで大概昭和30年代生まれの人がサブカル世代と言われ、段階の世代に続き次がサブカル世代、その次が何世代になるかっていうのが、またいつか、ここに座ってスタジオで誰かがそうやって検討する日が来るんではないかなと思っております。まあいろんな方がゲストに来てもらいましたけども、今回はですね、この番組サブカルを研究する上で、その人の年表をたどればサブカルの全てが分かってしまうと言いましたが、ほとんど分かりませんでした。大概はオナニーの話で全部終わってしまうということで、公然の前でですね、公の前で平気でオナニーの話などをするいい大人っていうのが、大きい括りでサブカルだということが分かっていただいたと思います。今回はですね、ちょっと変わった形にしますが、まずは今夜の司会者の方をご紹介します。作家の松下敦さんでございます。こんばんは、司会の松下敦です、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松下敦さんは、皆さんがご存知なところでは天国の本屋、これ当たりました。映画化にもなります、松竹映画になります、よくそのところまでご存知で、誰でしたっけ、主人竹内優子さんが出てましたね。竹内優子さんがまだ離婚される前結婚される前じゃなかった、結婚される前でしたよね。そうでしたね、はい。その原作を書かれた松下敦さん、私との関係はですね、松下そもそもは12、3年前になります、ブロンソンズ、友郎さんもこの番組いらっしゃいましたけれども、はい、ブロンソンズの担当をもうその頃から今に至るまで、はい、ずっと。松下さん、ちょっと、はい、ここでちょっと意味がわからないんですけど、はい、ブロンソンズの担当っていうのがもう世間には全くわからないことでございます。すいません。雑誌スタジオボイスの編集者をしておられた松下敦さんが、はい、俺と田口ともろがやってた連載の担当であったということですね。担当編集者という言葉はでよろしいかと思います、はい。後に正しい保健体育、DT、親孝行プレーなど、はい、やっていただきました。構成をやっていただきました。はい、本を私の本を。私の本の中で、かなり売れたって言われてる本が正しい保健体育ですね。このまま行くと最終的に死んだ時に朝日新聞に載った時に、正しい保健体育などがあるって書かれて、ね、とても不本意な状態になってしまいます。もう発売して3年近いと思うんですけども、はい、つい本日も増刷のお知らせが届いてました。そうか、あれはかなり売れましたね、はい。あれ高校とか中学の図書館に入るというシリーズで入った中の一冊だったんですが、その中で、進歩を多用していた、ね、本当の保健体育、はい、性教育とはどういうことだっていうことを真正面から望んだ名著でございます、はい。保健体育の本なんですけども、3分の1がオナニーについて、オナニーについてですね、三浦先生が語ってらっしゃるという、はい。とりあえず生まれながらにして男というものは金玉に支配されているという名言から始まる本でございます。はい、そしてやりてーぜ、入れてーぜ、二大テーゼが男にはあるということがその本でわかります。でもこの本がちょっと売れまし、
世の中から正しい保健体育ブームが来たということでございましたけれども、はい、ここから司会をバトンタッチさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、それではサブカルジェッター最終回のゲストをご紹介いたします。はい、サブカルキング三浦淳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕あのサブカルキングっていう異名を取ってるんです。これはもうレッドキング以来の異名だと思うんですけども、このサブカルキングっていうのは僕が一度も発したことない単語でございます。 ご自分では自称されたことは一回もございませんし、私の肩書きに100以上の職業があるって書いてあるんです。はいはい、僕一回もそんなこと言った覚えもないんです。よく皆さん、はい、イラストレーターなどと書かれてますけども、などって書いてます。そのなどが99個あるわけでは、100っていうのが割と中途半端で僕逆に言うと思うんです。普通ミル マスカラさんも1000の仮面を持つって言ってたじゃないですか。はいはい、100って多いのか少ないのかわからない上に定職がないのかと言われてしまう始末なんで、サブカルキング、サブカルの中の王様であるということ。そうですね。これこの間映画見に行きました。エリザベス、ゴールデンエイジ、ゴールデンエイジですね。その中で、はい、主人公のエリザベスが諸女王って言われています。それもう字幕では漢字で書いてあるんですか。もう映画の中ではバージンクイーンって言われるんですけど、はいはい、戸田夏子さんの役では諸女王ということになってまして、とてもお辛いだろうと、その役は。そうですよね。それと同じ扱いを受けているサブカルキング、サブカルキングというのでございます。よろしくお願いします。はい、やはりサブカルジェッターという番組ですから、はい、最終回に一番ふさわしいゲストの方ではないかと思っております。で、この番組では、はい、ゲストの方の年表をたどりながら、その方のサブカル人生を振り返っていくという。待ってます。僕、自分のこと聞かれるのが一番好きです。はい。世界中で一番好きな人間が、今までずっと人のことを聞いてまいりましたんで、これまでイライラしてました。これまでの21回は、どちらかというと不本意でいらっしゃった。つまんねえ人生だなと思いながら、人の年表を見てきたんですけど、俺は許しませんよ。はい。俺の年表の方がもっとグレードが高い。俺の年表は追随を許しませんか。はい。なるほど。それでついに最終回は、はい、もう満を持しての登場するじゃないですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ本日はそのように三浦淳年表をたどりながら、三浦淳さんの半生をたどっていきたいと思いますので、はい、どうぞお楽しみにお気になってください。よろしくお願いいたします。 TBS Radio presents 淳三浦 Subculture Isn't it better to be the second?三浦淳のサブクールジェッター、いよいよ最終回、司会を仰せつかりました松下敦です。よろしくお願いします。改めて今夜のスペシャルゲスト、はい、三浦淳さんです。はい、よろしくお願いします。私、毎週この番組のために TBS に訪れてたんですが、はい、毎週、TBS の受付で、はい、どなたですかと言われる始末でございます。しかも住所、電話番号まで書いてくれって言われて、僕いつもパスポートはいつも表示お持ちですよね。持っています。はい。蔦屋の会員になるときに、はい。いりますので。運転免許証お持ちでない分で。はい。はい。今回最終回ぐらいはと思ったんですけども、前から勤められる始末でございますので。そうですか。よろしくお願いします。そこがサブカルのゆえんです。なるほど。顔パスじゃないですから。スタッフの入り口あちらですよとか言われちゃうんですよね。そうですね。はい、厨房はあちらからですって言われたことすらありますので。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、三浦さんなんかこれを随分お楽しみにされてたという三浦淳さんの年表が、はい、僕もう三浦淳っていう人の大ファンなんで、はい、私もよく存じております、はい、じゃあ基本通りに一からちょっと戻らせていただきます、はい、まず三浦淳さんは1958年2月の1日に京都市北区北の白梅町にて、そうです。正確には京都市北区大正郡というところに生まれました。大正郡ですか。大正郡西町っていうところに生まれました。はい。はい。僕は長いことそこずっと生まれてからずっと住んでたんですけども、はい、大学時代にうちの家が引っ越ししたんです。はいはい。でもそれ知らずに帰省してはもんで、全然知らない人の家に行っちゃって、ご両親からお便りはなかったんですか？そこはニアミスっていうやつなんですかね。連絡は入りませんで、はいはい、実家の方に帰って、呼び鈴を押すと、全然知らない人が出てくるっていうことで、びっくりしたことがありました。はい。そういうところで、そうです。生まれました。はい。ちなみに誕生日で言いますと、はい、1958年の2月、まあ、早生まれですよね。はい、この頃には、尻上がり寿さん、はい、あと、シャロンストーン、はい、
まあ同級生ですね。同級生ですね。大将軍小学校だったと思います。あと資料見てちょっと驚いたんですけども、はい、チャゲ&アスカさんのチャゲさんとアスカさんに1ヶ月ずつ囲まれてる形で生まれになって。そうですね。僕の今の携帯もチャゲアスさんの間を取った格好してるでしょ。帽子をかぶったり、サングラスをかけたり。でも、チャゲサイドとアスカサイドを分けて生きています。今はそうなった。前は、一人アルフィー。一人アルフィーというものじゃなくて。一人でアルフィーを全員3人分やってたんですけども。はい、そうです。なるほど。まあもちろんこのお生まれになった頃のご記憶は、はい、早々は、一番最初のご記憶などは一番最初の記憶はね、あまりないんです僕。はい。ぼーっとしてたんですね、まだ。あまり記憶はございません。ございませんか？はい。ちなみに、まあこれは三浦さんのファンの方なら、どなたでもご存知でだと思うんですけど、お父様が大変二枚目でいらっしゃって。うちの親父はもう、モンゴメリー・クリフトっていう、昔の俳優さんによく似てました。はいはい、で、はい、お母様が大変な巨乳でいらっしゃって。うちのおかんはもう今、ダニ巨乳ですね。今ダニですか？今ダニ巨乳です。おいくつになられて今、78ぐらいになってますけども。巨乳です、ね。はい、実家の方に帰ると、すごいカップのでかいやつが落ちてる時ありました。床のとこに。はい、その2枚目のお父さんと巨乳のお母さんの遺伝子は自分にやっぱり組み込まれてるなと。巨乳好きになったのはやっぱりおかんのやっぱり影響だと思いますし、この間旭山動物公園に3日前に行ってきたんですけども、北海道のですか？はい、はい、来ました。その時にうちの袋のブラジャーが外れるっていう事件がありました。はい。ちょうどペンギンを見てた時に、はい、ブラジャーが外れたらしくて、あーってうちのおかんが言ったんですけども、はい、うちの親父がスーッと後ろに行って、ブラジャーのホックを止めるという、ほー、もう黄金の、コンビでございます。はい、今もお父さん結構手慣れた感じでいらっしゃる。手慣れた感じで、後ろのホックを止めてるところを、息子であるジュンが、写真に収めてるっていう、やった、ネタ拾ったっていうことで、ネタになっちゃう。ネタになりますからね。はい、スライドショーで出ちゃうんですか、ね、出ちゃいますんで。はい。わかりました。まあ、その、ぼーっとされてた幼少期を過ぎられて、はい、じゃあ、小学校の方に行ってもよろしいでしょうか。あ、はい、全然結構です。64年に京都市立、これすごい名前ですね、はい、大将軍小学校。大将軍っていうんですね。大将軍。大将軍小学校。大将軍の神社っていうのがありまして、大将軍っていうのは、方角、方位とかを守っている、はい、神様なんですよ。はいはい。まあ、そんなことは、2年ぐらい前に知ったんですけど、ね、全然知らずに、なんで大将軍なんだろうとは思ってたんですけど、はい。で、この年表ですね、私、先ほどちょっと目を通させていただいて、はい、一番最初に、まあ、皆さんの中で数々のブーム、はい、作品がございますけど、はい、やはり一番最初は怪獣。一番初めはね、カエルブームでした。カエルですか、はい、僕今でもカエルの漫画を描くんですけども、はいはい、カエルブームっていうのが、コルゲのあたりからあったんだと思います。受け売りでカエルが流行ってたんで、カエルブームっていうのを僕自分のキャラクター、ケロリ君って書きました。4コマ漫画とかを、発表して無理やり人に見せたりして全然笑いを取れなかった。新聞に、はい、教室の後ろにケロリ新聞を無理やり貼って先生に怒られた。僕新聞部では何でもなかったんですけども、発表はしたくて、今でも収集癖と発表癖っていうのはやっぱり治らなくて、はい、学校小学校ちょっとまあ20分ぐらい早く行って、はい、自分で作った新聞を後ろの教室の後ろに貼って、もちろん先生の許可なく、もちろんなくて、はい、たまにヌードの絵とかも描いたりして、小学生ですか、抜群な人気は得たんですけども、先生の方からちょっと外した方がいいって言われて、よく外しておりました、はい、一番最初のブームがじゃあ今の三浦さんのトレードマークのキャラクターになった。そうですね、それが後に僕大学の時にカエルがしこたま車に引かれてるっていうのを見て、はいはい、それが何体も引かれてるっていうのを国分寺で見ました、はいはい、その時に車が何回も引いたみたいで、はい、内臓が摩耗してるっていうか、摩耗みたいな。黒くなってるやついるじゃないですか。はいはい、ピヨンって飛び出してるレベルではない。ないんですよ。もうなんか黒いような状態になってるのを見まして、これだと思って、はい、内臓を出してるカエルだっていうことで、はい、今の現在描いてるカエルは、ちょっぴり内臓は出てたんですけども、はい、人気がないってことで内臓は引っ込めたんです。はい。あ、そういう、僕、盲腸のカエルなのかなと、勝手に思っていたんですけど。あれは内臓が出てるの。あ、引かれたカエル、引かれたカエルの、ピョン吉は引っつきますけども、はい、平面ガエルだけど、あんだけ平面になると内臓は確実に飛び出すわけで、はい、はい。内臓が出てるだけっていう特徴のカエルのキャラクターを生み出しました。なるほど。はい、ちなみに、はい、このカエル好きが高じて、はい、スパイ集団、ケロケロプーを結成。ケロケロプーやってました。はい。僕、それはもう、
オルガン教室に行ってたんですが、オルガン教室がつまらないんですよ、はい、とても、はい、とてもつまんなくて、でもオルガン教室のカバンを買ってもらったもんで、何か利用はできないかって、もうこの頃からエコはものすごい興味があった。ああ、なるほど、リサイクルバッグのようにありました、はい、でまあそこにオルガン教室何組とか書いてあったんですけど、それをまあ消して、はい、ケロケロプーって大きく書きまして、マジックで、はい、で友達もオルガン教室行ってた2人を仲間に引き入れました、はい、オルガン教室辞めるかっていうことを勧めまして、ケロケロプーに入るためにあ、それはカバンが欲しかっただけ、黄色いカバンで統一したかったんですよ、ケロケロプーは。秘密結社みたいにしたかったんですね。パカーンと開けるといろんなものをこう秘密グッズが入っているってことにしたかったんで、はい、でそこに入ってるのは、手製で作ったカエルの絵が描いたシールが入ってるんですよ、はいはいはい、シールは当時手に入りませんでしたから、こう大和のりで塗りまして乾かしまして唾、はい、をつけると再生するっていうシールを考えまして、でうちの家の近くに止まってる怪しい車を見つけると、はい、怪しいと、怪しい、その3人のケロケロプーの結社が怪しいって言うと貼るんです、はいはいはい、でそれは3秒入ると確実に怪しいってことになって、はい、ケロケロプーのシールが貼ったやつを発射するやつとか追いかけたりして、はいはいはい、追跡とかしてみました。後に一度貼ったやつがまたよく知ってますね。そうなんですよ、はい、僕北区に住んでたんですけども、はい、橋の方の東山区っていうところで、はい、ケロケロプーのシールが貼った車を見つけました、はい、すごく感動したことがあります。まあその運転手さんが気づかなかったんですよね。そうですね。怪しかったですか、その車は。怪しくなかったです。やってた方が怪しかったです。こっちの方が全然怪しい集団です。それ何年、1年生、2年生ぐらいですか、それが。2年ぐらいじゃないですかね。やってましたね。無邪気な割には手が込んでますよね。やってました。はい。やっぱ凝り性だったんですよ。発表したかったんですよね。自分のケロケロプールのシールを。これも発表。発表腕です。だから、車は、動く展覧会だって考えたんだけど、なるほど、はい。すごいですね、小学生が。そう。この集団、ケロケロプーは、はい、どのぐらいの期間活動されて、1年ぐらいです。あ、結構長引きました、ね。クラスが、バラバラになってしまいましたね。なるほど。はい。それをもって。はい。その後は、怪獣クラブっていうのに、クラブを変えまして。はい。怪獣クラブは二人でやってたんですけど、池山くん。池山くん、池山くんという方ですね。ものすごいやっぱり怪獣の絵が上手いやつで、ええ、で、僕は怪獣の絵がものすごい下手だったんですけども、ええ、まあ僕一人っ子だったんで、まあありとあらゆる怪獣グッズを買ってもらってたっていうことがありました。で、もう一人入れてもいいなっていうやつがいたんですけども、はい、お菓子屋の守ってやつだったんですよ。はい、そのお菓子屋の守は、来るたんびに、ココナッツサブレを持ってくるんですよ。はいはい、お菓子屋ですから。お菓子屋さんですから。はいはい。それがすっげえ欲しくて。で、来週、怪獣クラブの試験をするから、はい、それに通ったら、怪獣クラブ入れてやるとかっていうことを毎週やって、はい、で、毎週落として、で、ココナッツサブレを手に入れてた。なるっていうことです。作詞ですね。もう作詞です。ゼッタっていうね、拡大機を僕買ってもらって、当時から。はい、今で言うスライド機ですよ。はいはいはい。下に写真を置くと、大きく落ちるやつがありまして、学研のゼッタっていうのを買ってもらいまして、そこにゴジラとか、はい、ラドンとかの写真を大写しにするんですよ。壁に写して。はい、襖に写して、はい、で、守るっていうのが、ラドンってこと。よっ!さすがやねとか言って、最後に、秘密怪獣バグラっていうのは、僕が考えた怪獣なんですけども。オリジナル怪獣。オリジナル怪獣。で、それを出したら、わからへんって言ったら、残念とか言っていつも落としてた。そのバグラが答えられないだけでも入れないんですか？入れないです。フランダとかガイラとか全部答えてたんですけども、秘密怪獣バグラだけは答えられないかったんで。まあそれはもちろん、その三浦さんと池山くんが考えた。鼻から落とすつもりで出してもらいたい。もちろん、ココナッツサブレが欲しかっただけで。ちょっと太ってたんですよ。やっぱデブは入れたくないなっていうのがあって。ルックスもこの頃はものすごく気にしてましたんで。そうですね。やっぱり自分のグループですから、そうです。かっこいいやつ入れて。そう思ってました、この頃。なるほど。しかし、この頃に、だから、カエルがあって、怪獣があって、仏像もやっぱり同じぐらいの時期です。仏像は4年から始めました。小学4年生。今まで怪獣をやってたんですけども、うちの家よりも買ってもらえる、怪獣グッズを買ってもらえるやつが出てきたんですよ。ブリキでできた、バラゴンっていうのを僕持ってたんですけども、はいはい、電動で動くんですけども、ゴジラと2体どっちか買ってやるって言われたんですけども、俺の友達は2体とも買ってもらって、すごい悔しい思いをして、はい、収集っていうのは虚しいっていうことに僕、ここで仏教に気がついた。仏教に気がついた。今までは一人っ子貴族として、何でも買っていただいたんですよね。優しいご両親に。そうです。コレクションっていうのは、
物は集めますけども、はい、自分が亡くなった時流転するっていうことをここで分かったんです。はい、はい、なんかいきなり難しい単語がいっぱい、はい、後におじいちゃんが亡くなったりしましたんで、はいはい、おじいちゃんもグッズを結構集めてたおじいちゃんだったので、はい、そのおじいちゃんのグッズがいろんなとこに親戚中にばらまかれて、はい、あまり興味のない人に仏像の本とかまかれましたんで、はい、その時にああ虚しいと解いて、その時に分かりました。諸行無常が早い、悟りですね。悟りましたその時。はい、それで仏像を、うちのおじいちゃんはうちの母方の方の、はい、あのおじいさんなんですけど、はい、お父さんなんですけども、はい、自分の、まあ、家なんですけども、まあ、家族で住んでるんですけど、おじいちゃんの部屋だけには、襖の横のところに表札がかけてあって。襖の横にですか？部屋に表札があるんですよ。はい、普通、表じゃないですか。そうですね、家の玄関にある。表にも相場って入ってるんですけども、はい、そこのおじいちゃんの部屋にも一個あって、はい、足穂って書いてあって、足穂庵って書いてあって、はい、自分のどうやら自分で帝国を築いてらっしゃるみたいで、そこはもう門外不出っていうかおじいちゃんしか入れない部屋だったんですよ。お家の中に自分だけのスペースをかっちりキープされてたんですよ。庭付きのとこをかっちりで、今後で聞いたんですけど、年金を全部趣味につぎ込んで家に入れなかったっていうしっかりしたおじいちゃんで、しっかりしてますね。すごいしっかりしたおじいちゃんで、しっかり者ですね。親戚中からは嫌われ者でした。でもなんかそういうアウトローにちょっと惹かれまして、おじいちゃん書道がうまかったんで、僕小学校の3年ぐらいの時から書道を習いまして、はい、でおじいちゃんと書道を習って、その足保安に初めて僕が足を踏み入れたんです、はい、でそこにずらーっと並んだ怪獣じゃないや仏像の本とか、はい、拓本の本とかいろいろあったんですけども、はい、なんか収集をすることの極みみたいなのを、はいはい、見まして、はい、でおじいちゃんともう書道のもう授業はほとんどしなくて、仏像談義っていうのをし始めました。その図鑑とかを広げて、そうです、これはキングギドラに似てるとかそういう話、まあ、僕は怪獣サイドから、おじいちゃんは仏像サイドから。なるほど、仏像サイドからというか仏像の話をする、仏像の話でなんですけど。ちなみにおじいさんはそのキングギドラに似てるとかっていうと、おじいちゃんは面白いなって言ってます。いい師匠に出会ってたんですね、はい、初めての師匠で、その師匠から奈良とか和歌山の高野山とかいろいろ連れて行っていただいて、仏像を見たりしてたという感じなんです。もうその時から仏像を見ながら、あの怪獣似てる、この怪獣似てるっていう、もう見方はもうできてたんです。できてましたね。僕は怪獣のアトラクションショーっていうのが京都大丸でありまして、一回見に行ったんですけども、あまり自分と背丈が変わらないってことにショックを受けました。人が入ってるっていうことですからね。怪獣ってやっぱり見上げる角度45度ぐらいじゃないですか。そうですね。あれが怪獣美じゃないですか。はい。なんか違うって思った時に。スケール感がなかった、ね。なかったんですね。その時にうちのおじいちゃんが連れてもらった東寺、京都の東寺、はい、本名、京五国寺っていうお寺なんですけど、はい、そこの、立体曼荼羅を見まして、はい、ああいう仏像って趣味壇の上に乗ってますから、はい、ちょうどやっぱり45度ぐらいの角度で見上げるんですよね。見上げる形で、はい、こう、威圧感のようなものもあるんですね。そうです。仏像の、この玉眼っていうの目のとこの部分はちょうど45度ぐらいの角度で見下げるように作ってありますから、今博物館とかの展示でしてあるあのやつとか絵はがきのやつってちょっと変でしょ、仏像って。はいはいはい、仏像って頭をちょっと大きく作ってやったり、はいはいはい、こうデフォームはしてやって、ね、下から見上げて一番最高のことで作ってある。45度の角度用に作ってある、ね、はい、そうです。だから南国で落とされた大日如来はどうなるか分かりませんけど今、はい、でもあれはやっぱりちゃんと趣味壇の台座の上に乗せて下から見ないと、そうです、ね、オークションにもかけられないんじゃないかなと思います。それもしかして小学生の頃からそれ気がついてました。なんて言いますか、こう、はい、インテリという言葉でも収まらないぐらいこう博学でいらっしゃって、いや偏ってましたね。聡明な方で、飛鳥時代から鎌倉までは抜群だったんですけど、はい、室町から急に弱くなるっていう傾向がありまして、はい、学校で仏像スクラップ僕やってましたんで、お寺行って写真買っては貼ったりしてました、はい、それを休み時間に社会の先生に見せに行くんですよ、はい、ほんで社会の先生は全体が詳しいんだけども、鎌倉期とか弱いんですよ、ピンポイントの話に弱い、弱いんですよ。なるほど、なんだこいつと思いながらも、うん、そういう話をしながらみんながバカのように野球をしてるところをダメだなってバカのようにとすら思ってました、ね、もう思ってましたね。小学校時代の最後の話、はい、それだけ素晴らしい小学、うん、スーパー小学生だった三浦さんですけども、まあ、やはり全クラスでは頭角を表さない一枚でしたけどね。ですね、はい、モテは僕絵も下手だったんで、絵が全く下手だったんですけど、絵を描きたいっていう気持ちだけは
人一倍強かったんです。はい、でも書けば書くほど似てなかったり、はい、この頃はやっぱり模写の時代っていうことですから、鉄腕アトムとか、ミッキーマウスとかをうまく書ける人がうまいってことでしょ。はい、日本のそのアカデミックな教育って大概そうなんですけども、やっぱりいかんせんそこが弱くて、友達の女の子の下敷きに絵を描くと人気者になれたんですけども、はい、僕の絵があまりにもミッキーマウスに似てないってことで。あ、でも一応ミッキーマウスにチャレンジはされてたんですね。大会系の人たちはもう当然持っててましたけど、次の段階の人はもう絵を描くしかないんで、もうそこに乗っかっていったんですけども、下敷きを買い替えてきてくださいって言われて、もう泣きながら買い替えたりしてた時に、僕のケロリ君をある日描いたら、いりませんってはっきり言われて、オリジナル不在の時代と呼んでます。なるほど。無物の時代ですね。もしはもうダメならオリジナルも、そうですね。僕の本当の末法の時代って呼んでいいぐらいな、不遇の、小学生時代でした。つまり皆さんの小学時代っていうのはこう、何です、世にこう、こびるというよりも、こう、山にこもって修行してるような、試験道のような。まあ、オナニーはしてましたけど。そうですか。4年からやってます。仏像と同じ時に僕オナニーあるんですよ。これ早くないですか？やっぱね、その性の煩悩というのと、その悟るっていう煩悩が、やっぱり幸せにいるっていうことをよく表しているこの三浦少年だったと思います、ね。なんで急に言ってる他人のように。僕ね、本当に小学6年の時に、薬師寺の、今はもう随分代は変わりましたけど、高田光雲さんという方がおられました。はい、その方は、割とマスコミによく出られてたお坊さんで、はい、修学旅行で行かれた方に必ず、仏像を写真撮ってはいけないの理由はわかりますかなんて言って、はい、お釈迦になるからです。なんて言ってドカーンと来てた人なんですけど、もう今はもう全然受けないですけど、その方が書かれた、心っていう本が徳間書店でベストセラーになります、はい、その第2弾道っていうのが出た時に心の感想文を書いて出したんです、はい、それが新聞に載りまして、はい、小学6年から68歳までみたいなキャッチコピーで絶賛のお便り紙、はい、僕の文章が初めて活字になった、初デビューが高田光雲さんの書評でした。あ、書評で、書評とは呼ばないですね。書評って広告ですね。広告です。広告に使われたってことで、大人に利用されました。いい思い出は全部嬉しかったですね。とても嬉しかった。だから、坊さんとは話し合うなと思う。でも、クラスメートの女の子とは話が全くダメでしたね。でも、皆さん、ちょっと情報が入ってきたんですけども、はい、昨年なんかそんな小学校の同窓会に行かれたそうで。今から言うと、だから、40年ぶりぐらいですかね。そうですよね。行きました。みんなの姿が、ボロ仏になってましたね。皆さん、聞いてるかもしれないですけど、そうですよね。そうですよね。仏像とて、朽ち果てるわけですから、はい、人間は当然、朽ち果てるわけですよ、ね。はい。でも、その、仏像は修復ができるわけです。みんなが、奈良に行かれて、東大寺とか行って、まあ、どうせ、老けてタバコ吸ったり、こくったりしてるんでしょうけども、仏像って、相対して変わりがないけども、人間は変わりがあるんですよね。なるほど。それは、修復ができないんですよ。人間がね。なるほど。内臓とかを治すことはできても、修復はできないじゃないですか。不可能なんですよね、まあ。それを知りました、僕。同窓会で。お化粧したって言ったって、まあ大した修復にはなってなませんね。いつの時代の感じで修復してんのかっていうのもまた問題になります。仏像になると、はい。平安時代の修復であれば、もっとピカピカであるはずなのに、はい、いつの時代からか、割とハゲた感じがいいっていうことになりましたんで、もうこれで終わっちゃいますね、この話。すいません、ありがとうございます。仏像の話でした。もう小学校の話で、まあ結構行ってしまいましたけども、はい、ここで一曲行きましょうか。僕一番初めに買ったシングルレコードっていうのが、はい、京都墓場っていう、なぎさゆうこさんの、はいはい、シングル版買ってもらったんですよ。僕、レコードを買い始めた時から、うちの親父が何でも買ってやるっていうことで、何でも買ってもらったんですけども、なぎさゆうこさんは買ってもらったけど、奥村千代さんの、恋の奴隷だけはやめてくれって言われたんですよ。あんな有名な曲を。すごい同時期流行ってまして、僕よく新年会とかでも歌ってたりしてたんですけど、はいはいはい、純ちゃんはませてんなーとか言われて、意味がわからなくて、僕奴隷ってクンタッキン的なのだと、同時に思ってた。なるほど。あれと思ってたんですけど、悪い時はどうぞぶってねとか、自分から自ら言い出す始末っていうことに、仏教じゃないかと、これも。ほー、ここにも仏教見てたんですか？なんかこう、座禅とかをしてながら、座禅で、警策を打たれるっていうのは、自ら手を上げて打たれるんですよ。はい、
そういうことじゃないかなと思ってたんですけど、うちの親父は、これはいけない方向に進むんじゃないかと思ったみたいで、買ってもらえなかった、恋の奴隷を買ってもらえなかった時に、買ってもらったのは、成瀬由子さんの京都工場で、ベンチャーズが、日本にいるんじゃないかっていう噂が立ってた頃です。あまりにも来日しすぎて。だからこれは仏像と同じ状態じゃないかって思ったんですよ。はいはいはい。仏像もそもそもはインドのお釈迦さんを模したわけですから、ずっと来日したまんま、今、奈良とか京都とかにたくさん仏像をおられて、そうですね。みんな日本人だと思ってる嫌いがあります。来日してますからね。そうですね。あの人たちは来合してるわけで、はい、帰るんです、いつか。はいはい。で、あの人たちは、極楽浄土から来たり、インドから来たり人たちなわけで、日本人じゃないってことが分かったんですよね。それはベンチャーズと一緒だってことで。で、ベンチャーズは、来日を何回も繰り返したために、京都人よりも、京都のメロディーが上手かったんですよ。はい、で今でもやっぱり、たまに京都に帰りますと、このメロディーがやっぱ浮かんできまして、自分がずっと京都の間、童貞だったんで、はい、童貞の思いとともにこの歌が、キューンとしますね。その頃思い出して、はい、ではアコーディング曲、その三浦さんのキューンとする、渚優子の京都墓場、聴いてください。よろしくお願いします。はい、三浦淳さんの小学校時代の思い出の曲、京都墓場渚優子さんをいいですね、これね、聞いていただきました。京都にね、他県の人が失恋の痛みを捨てに来るんですよ。それがね、とっても嫌だったんですよ。あ、ご当地の方としては、京都も晴れた日はありますけども、はい、なんかどんよりしてるんですよ、みんなが失恋の痛みをどんどん落とすもんで、とってもどんよりした雰囲気になって嫌だったんですよ、京都は。それは京都の方はもう感じ、もう、うん、もう他県のやつが来やがったと。新幹線から京都駅で降りる人はみんな失恋の痛みを落としに来ますから。自分のゴミは自分の家に持ち帰ってほしいです。ね。はい。京都で失恋を満喫してもいいけど、新幹線に乗って帰れと。乗って帰ってほしいんですよ。必ずそういう人が、その京都の湯治とか行って、はい、キュンとするんでしょうけども、あの仏像たちはそんなこと叶えてくれませんから。もっと、ワールドワイドな話をしてるわけで。前の失恋の痛みなどっていう、ね。聞いてませんから、五大名とかはそんなの見てませんからね。さあ、三浦さん、小学校時代をちょっと駆け足でお届けしましたが、はい、いよいよ中学校時代。残念だ、もう行っちゃいますか。はい。行かせていただきます。はい。1970年に、ちょうどですね、はい、私立東山中学校に入学。行きました。はい。行きました。これの入学の動機というのが、皆さん、お坊さんになって本尊を手に入れたかったから。今でも変わりはないんで、今でもたまに新聞沙汰になる仏像が盗まれるということになると、必ず知り合いから電話がかかって、お前じゃないから。私もニュースを見た時につい皆さんの顔がよぎってしまう時が。でもね、仏像を盗む人っているんですけども、僕が欲しいのは、本堂ごと欲しいわけです。せこいわけです。考えが。仏像を盗む人なんで。もう嫌いです、そういう人の考えが。大規模な盗難になるわけですね、もう。僕小学校の時にみんながサンダーバードの2号とか1号買ってもらってたけど、はい、俺基地買ってもらってた口ですから。あ、なるほど。みんなうちの家に遊びに来て、基地で遊んでましたから、僕本堂が欲しいんです。もう丸ごと。丸ごとです。あ、なるほど。だから僕、いろいろ自分の家が不幸なことにお寺ではなかったっていうのがありましたんで、こんだけ仏像が好きなのにお寺ではないってことがもう本当に一番悲しい事実でした。で、うちの親父にも頭剃ってくれとまで、お坊さんになりたくて。なってほしいぐらい、出家してほしいぐらいだったんですけども、まあ京都は、お坊さんがやってる、学校ってたくさんありまして、はいはい、校長先生が大概お坊さんなんですよ。はい、で、東山っていうとこもお坊さんがやってまして、僕も本当成績は、全然悪かったんですけども、面接だけで、どうにかいけるっていう自信がありました。これ、資料にもありますけど、面接で校長先生と仏像談義をされ、はい、校長先生に、あなたを待っていましたと言われました。合格。はい、言われました。面接がありまして、ずっと、どうしてこの、中学を目指したのかって話で、法然上人の、
とこで、ちょっとぶったわけです。法然上人の話も。ぶちつつ。校長先生にも。ぶちつつやっていきました。その時に、最終的に、あなたのような人を、うちの学校は待ってましたって言われました。ああ、受かったなと思った。受かってました。嬉しかったです、それは。いや、もう、この中学に入るともう、夢が叶ったよ。夢が叶ったようだったんですけども、今ではもうかなりの大住職となっている僕と同い年の同級生は京都の、まあ、有名なお寺の住職になってます。はいはいはい、ほとんどの人が、はい。ちょっと名前言うと、ちょっと弊害あります。言いませんが。もう本当に有名なところの。本当に有名なところのお寺の住職なんですけども、全員、ヤンキーでした。全員ヤンキーで。やっぱり将来が決まっているっていうことがとても虚しかったみたいで。その方たち継ぐ、ことがもう決まってた。決まってるんです。その人たちは無理やり本当は公立に行きたかったのに、仏教の中学に入れさせられている人たちなんで、はい、その人たちも、まあ、お釈迦さんで言うとこの荒行期っていうやつでしたね、はい。荒行をされてて、もう頭がもうパンチパーマで、なん、まあ、お釈迦さんと似ているっていうことがちょっといなかったんですけどね。とてもグレてらっしゃって、仏像なんていう話なんて一切出ない。ことでした。僕、その時、がっかりしました。梅田さんと同じ趣味の人が集まると思って思ってました。頭を将来的に丸める人は全員仏像が好きだと思ってました。思い込んでたんですけど、違いましたね。ヤンキー中学校だった。ヤンキー中学で、ほんで、うちの、まあ、男子校だったんで、他校の女子を呼んで、パーティーをするわけですよ、ヤンキーたちが。はいはい。で、それは、まあ、そのお寺の名前も言えませんけども、とても、お庭が有名な、もう国宝クラスのお庭なんですけど、今頭に思い描いてしまったあのお寺ではない。ものすごく有名なお寺なんですが、はいはい、そこにバーベキューセットをそこで肉をじゅうじゅう焼く始末で、僕ちょっと遅れて行ったんですけども、山門から肉の匂いがするっていうことだったんですけど、お父さんもお母さんも咎められないっていうか、ここで咎めたら継がないよって言われちゃうのが怖くて、柱の陰からお父さんとお母さんが欲しい鉄のように覗いてんのが、すごくなんか虚しかったですけどね。そんなことありましたね。でもちなみにその、バーベキューやってた方々も今、ちゃんとした。もうそういう宗教史っていうか、そういうお寺の本があるんですけど、たまに送ってくるんですよ、うちに。はい。もう紫色の衣で、ものすごくいい言葉を発しております、その方たちは。でも、やっぱり一回人間っていうのは、とことんやっとかないと、はいはい、人の悩みとかわからないと思うんですよ。だからそれは、いい修行だと僕は思いますよ。悪いことではないと思います。きっと今頃お説教の中にもその、はい、バーベキュー時代のやんちゃなところを織り交ぜて語っていらっしゃるかもしれないです。段階に段階回りするんですね。私もね、昔ちょっと悪かったんでなんて言うと、その方が、いいじゃないですか。そうですね。食いつきもいいです。食いつきもいいです。僕は全然この頃は、反抗期がなかったもんで、はい、35から僕反抗期になりました。また大器晩成と言いますか、おかんとかと旅行行っても一言も喋らないとかそういうことになってしまいましたから、やっぱり若い頃にちゃんと反抗期を迎えるということはいいことだと思います。なるほど。はい。でちなみに三浦さんのこの年表によりますと、この後の、はい、というか今のですね、三浦さんの活動の、はい、まあ、趣味的なことは小学校時代でもう出揃っていた感はあるんですが、はい、実際にやられること、はい、例えば中学時代でちょっとざっとそれに言っちゃいますけど、はい、作家デビューをされていたり、はい、イラストレーターデビューをされていたり、はい、自分で全部言ってた、そうですね、はい、ミュージシャンデビューもこの時期でいらっしゃいますよね、はい、まずはでもエッセイでデビューを、書状エッセイ、散歩道の寺、これはどのような内容で、今は公害で道もうるさくなったみたいな。意外に社会派な。なんかそんな一文から始まった、岡部いつ子さんっていう方の本の出だしのパクリだと思います。パクリだ。パクリです。はい。あと、これは私、まあ、皆さんのファンは皆さんご存知だと思うんですけども、はい、岡戸太陽と私など名作をこの時期にかなりたくさん。大長編小説、岡戸太陽と私。はい。一行目が、私の名前はポール・ミッシェルよ。はい。から始まるんですけど。はい。ポールはそこに着くのかって、男かって、女の話だったんですけどね。女の子の話。まあ、ポール、普通は男の人の名前で。ミッシェル。それがも、後にやっぱりポール・スミスとかと繋がっていくんですよ、ポール・スミス好きに繋がっていくと思うんですけど、これは、少女ポリアンナっていう、小説に痛く感動しまして、幸せ遊びっていうのをしていくっていう、そのまんまの話です。あ、パクリです。何かにこう、影響されると、自分流にこう、リライトしないと気が済まなかった。インスパイアマンですか。僕もう、
影響男って言われるぐらい。なるほど。誰よりも影響を受けるっていうことで。あ、はい。ちなみに、はい、もう一ついいですか。はい。これ確か私の記憶に間違いないけど、はい、襟巻きというのは、これはエリマキとあるより前ですよ。前ですよ。これ、はい、世界の中心で愛を叫ぶの原作になった小説。と僕は思いました。僕映画見に行って、同じストーリーじゃないかと。白血病になるでしょ。うちのこの襟巻きっていう中1で書いた小説も、旅先で知り合った女の子が白血病になりまして、納屋に入って抱き合うシーン。はい、いいシーンでした。いいシーンですよね。で、誰か助けてくださいって言って、はい、彼女が高熱を出しますので、はい、で、そこで病院連れて行った時に、先方さんのお父さんとお母さんがやってきまして、はい、うちの子は、実は前から病気は分かっていたんで、はい、旅に出したって。で、そこで、あなたに出会って幸せだったって話で、もう書きながらもう涙が止まらなくなってしまう。聞きながらちょっと、涙が緩んできました、今。その時に、彼女が僕のために編んでくれた襟巻きを最後して、僕は放浪の旅に出るって、中1なんですけどね。設定は。まあ、でも今 60% ぐらい世界中ですよね。そうでしょ。ほぼ、同じですよね、助けてくださいがありましたしね。多分盗作だと思います。セカチュウがこれを読んだ、どっかで読んだ可能性あるって。皆さんこの絵に巻きをどこかの新聞社に投稿されてます。毎日新聞社に、原稿用紙でもう600万ぐらいの分量を和と字して送りました。返信用の500円の切手も入れたのにもかかわらず、送り返してこなかったです。後にそこの仕事をすることになりましたけど、そういうちょっと、行かれた少年からよく送ってくるから、全部捨ててるんだって言われて冷たいなと思いました。ね、はい。まあ、それが世界中になったかどうかは、はい、今はだから皆さんのお手元には襟巻きの原稿残ってないんですよ。ないんです。僕の記憶にしか残っていないという。それはすごい残念ですね。ぜひとももう一度書き直していただければと。ありがとうございます。で、イラストレーターの、今も、はい、今は皆さんイラストレーターなどと、一番最初に来る職業はあれですが、イラストレーターで。今、エロって言いましたね。すいません。イラストレーターで。ちょっと、ろれつが回らず、すいません、はい。イラストレーターとしてのデビューというのはこれ僕のデビューは、京都の、その、僕の友達の塩釜くんっていうお坊さんの友達だったんですけども、はい、その人、浄徳寺っていうお寺なんですが、はい、そこの、お寺のパンフレットをリニューアルするっていうことがありまして、はいはい、後ろに地図を書いてくれって言われて、今、その時書きました、僕、地図。はい、これ初デビュー、印刷物は、イラストでは初デビューになりました。いや、本物のデビューじゃないですか。本物のデビューです。で、それは長いこと、随分お寺に置いてあったらしくて、今でもなんか、そのパンフレット欲しいっていう方が来られるんですよって、浄徳寺のお母さんが言ってました。皆さんが書いたということを知ったファンの方が。はい、もちろん下には、イラスト、純三浦ってちゃんと入ってますね。大記事で。もうその頃からクレジットは取り終えた。その頃から売名行為が大好きなことだったんで。はい。ミュージシャンデビューもまた中学時代。ミュージシャンはね、中3ぐらいから始めました。はい、中3の終わりぐらいだったと思いますけども、仏像好きは持てないっていうことにやっと気がつきましたよ、その頃は。はい。やっと気づかれましたか。はい、僕その前に一人だけ小学校の友達に、もう本当に寂しかったんでしょう。電話をしまして、はい、小学校の時にちょっと親しかった女の子に、付き合いたかった。と付き合いをよりを戻さねえかみたいな。ちょっと待ってください。はいはい、お付き合いされて、されてないのに。でも一緒にお風呂に入ったこともあるんです。小学校1年の時にうちの親父がよくうちの家で入れてましたんで、美和ちゃんっていう子をよく入れてたんで、風呂まで入った中じゃないですか。だからもう一度付き合いを復活させないかみたいな話したんですけども、で君にあげる本があるからっていうことで、口実で電話したんですけど、それは、レモンちゃんの、落合恵子さんのスプーン一杯の幸せっていう絵本というか刺繍で気持ち悪いって言われました。はい、でも当時かなりヒットした本ですよね。ヒットしました。でも女の子がやっぱり持ってる本だったみたいで。男の子にもらう。はい。僕この頃書いてたエッセイ集はメランコリー純ちゃんっていうシリーズだったんで、はい、僕とてもメランコリーだったんで、でその子に会って喋ってるうちに、純ちゃん私は嫌だけど、友達紹介しようかって言われて、友達を明美ちゃんっていうことを紹介してもらったんですが、はいはい、初デートを二条城。はい。これはもう、お寺は受けないっていうのは分かってましたんで、城の方がいいかなって。やっぱり寺となると城なんですよ、次は。なるほど。で、お城連れて行って、ウグイス廊下っていうところが。ミシミシになるやつです、ね。そうです。キュッキュッキュッっていうところ有名でしょ、あそこ。ずーっと僕その彼女に説明してたの、ウグイス廊下がなぜなるかって。じゃあ、純ちゃん悪いけど帰ってもいいんですかねって言われて、はい、そのまま帰られてしまって。まあ言われますよ、ね。はい。俺はもう一周して帰りました。お寺を。あ、お寺じゃない、お城を。しょうがないですから。はあ、はい。そんなことありました。なるほど。だから僕はもう、一人でできること。
は何かっていうことで、その時にたまたま深夜放送で聞いた吉田拓郎さんのイメージの歌っていうのを聞いて、はい、よし、空海の次は拓郎だって思いました。随分時代の隔たりがございます。そうですね、平安から昭和まで飛びましたけど、一気に飛びました、憧れが。はい、そのぐらいのでも衝撃というか、子供の頃に仏像に出会ったとかっていうところの衝撃と同じぐらい拓郎さんにはありましたね。あの空海さんが密教法具っていうのを持ってるんですけども、はい、こうまあスプーンの先割れ3つが割れてるようなスプーンあるじゃないですか、はいはい、あれが両方についてるような、あ、こういう手持つ、はい、はい、こういうあの煩悩をこう打ち消すような、はい、こう器具なんですけども、それはあの京都の北野天満宮っていうところの古道具屋さんがありまして、はい、そこで僕小学校の時買ってもらったんですよ、親父に。でその宝具を持って小学校で弘法大師のモノマネをするのが僕得意でものすごく惹かれてたんですけど、弘法大師とかやってたんですけど、まあその弘法大師の密教宝具と同じような感じでギターを買ってもらったっていう感じなんです。武器を手に入れたという感じですか。そうです、煩悩を今度は寄せる武器ですけどね。もうそこからは我流で勉強、あの弾き方など、あの弾き方を勉強することはできなかったんで、学校、あのそういう学校行きませんでしたんで、自分で我流でやろうとしたんですけども、やっぱり絵も同じようにコピーができなくて、はい、やっぱりもうレコード聞いて大体音拾える人とかいるじゃないですか、全然ダメだったんで、オリジナルだと思って、もう初めからあの拓郎さんのカバーを始めたんではなく、拓郎さんを聞いて、はいはい、いきなりオリジナルですか。オリジナルです。吉田拓郎っていう人もオリジナル曲を歌ってるわけだから、はい、拓郎さんになるには当然オリジナル曲を歌うべきだと僕は思います。なるほど。でもそれが失敗なのか成功なのか分かりませんけども、学園祭に出て知らない曲だっていうことで、トイレットペーパーを投げられたりすることになりました。高校時代の学園祭ですね、はい、そうです。で拓郎さんも自分の思った思いの丈を歌詞にしてるわけだから、はい、僕も僕の思いの丈を発表すればいいんだろうと思ったんです。その曲聴きますか。それで、はい、あの400曲ほど作られちゃった、はい、その後高校3年までに400曲以上でしたね、1日4曲っていうノルマを貸してましたんで、後に DTF というタイトルで、はい、あの発売もされましたが、 DVD まで出しました、はい、皆さん特にこの中からはどの曲が、はい、あの中学時代に初めて見たあの洋物ピンク映画洋ピン僕は中学の時もう衝撃でした、うん、はい、今まではあの和物のやつは、はいはい、当然見られなかったんですけども、ここの洋物ピンク映画っていうとこは、ちょっとね、もぎりのとこが緩かったんですよ。ああ、なるほど。うん。あんまり見えないんですよ、こっちが。谷直美さんの映画とかだとちょっと、はい、通してくれなかった。ちょっとね、通してくれなかったんですけど、洋物ピンク映画はね、結構通しが甘いっていうことが分かりまして、友達3人で中3の時に行って、その日、ポルノ映画を見た後帰ってきて、ギターでその時の歌を作りました。なるほど。だから拓郎さんとポルノが合体した初めての自分のブームです。はい、じゃあその曲、じゃあ皆さんちょっとご紹介していただきます。童貞の声、ままです。当時の音源で聴いていただきたいと思います。追憶のポルノ映画、チギの歌。チギっていうのは恥ずかしく戯れると書きます。ですね、はい。これ放題がついておりましたので、はい、ぜひ聴いてください。三浦淳です。下と中村と西脇とで今日は学校昼まで中ので映画に行きました。僕らの年頃は好奇心が旺盛で本当のところ4人はスケベなのです。外国のポルノを見るのは初めてなので僕の胸は期待と欲望とでごっちゃでした。みんなはみんなで大人ぶってポルノ映画なんて見飽きたなんて小ざくのでした。館内は暗くなり沈黙となってズバリそのもの絡み合い唾を飲みました。みんなはみんなで言葉も持たず
笑うことも忘れてじっとじっと見るのでした。しかし数分して後僕と探したわ。なんやあの大きいのは餅みたいやなんて笑うのでした。しかし中でも西脇は真面目なやつで、ただただ金髪姉ちゃんに見るのでした。ヒットしないですかねこれ今でもこれ僕ずいぶん前に一度聞かせていただいた後に、はい、僕の担当の編集者は、ほとんどの人が聞かされてないんで、ずっと、はい、聞いた後にこの曲の出だしの坂下と中村と西脇と両が頭から離れなくなりましたね。これもちろん実名です。実名ですね。もちろんそうですね。もう貫禄十分なエロ親父になってると思いますよ皆さんも。はい、僕出だしこれですから当然拓郎さんにもボブディラにも、ね、なれないっていうことがここで決定してるわけで、まあ、でも何、はい、でしょうか、日記というかエッセイというか、はい、その日あった一日が全て織り込まれて、まあそうですね、その後うちの親父に何の映画見に行ったんだとか聞かれて禁じられた遊びって言われ一応言ったんだけど、うちのおかんがそんなやらしい映画見に行ってって、禁じられた遊びはエロ映画だとうちの袋も思ってましたからね。そんな程度の過程でした。なるほど、はい、まあこんな曲を400曲ほど作られて、ご興味のある方は DTF の方を聞いてみてくださいね。聞いてみてください。まずではここで一旦 CM に入ります。とにかく男16にもなりや大人半分。TBS ラジオ三浦純のサブカルジェッター最終回でございます。今夜は作家の松下敦さんを司会者に迎え、ゲスト三浦純本人でお送りしております。ここで司会者の告知タイムでございまして、俺か、あ、そっちか。どうぞ。司会者の告知タイムって初めて。それはあるでしょ、美濃さんだってあるでしょ。私の方は特に大きいことないんですけど、来月か再来月にですね、はい、俳優の大泉洋さんという方とずっと長いこと雑誌で対談をさせてもらってまして、はい、それが一冊目がまとまります。新刊小説はちょっと夏ぐらいになっちゃうのでまだタイトルも決まっておらず。大泉さんのやつは何ていうタイトルなんですか。雑誌のタイトルが男の味方っていうんですけど、はい、そのままで行くのか行かないのか、まだわからないですね。まだ決まってない状態です、ね。はい、そんな危うい情報で申し訳ございません。たくさん本を出されておりますんで、松下敦さん見かけましたらぜひともお読みください。 ありがとうございます、はい。さて今ちょうど中学生と高校生の頃三浦さんのお話をちょうど聞いておりますが、はい、いよいよ後半戦、はい、ちょっとぜひ私がここのところを聞きたいというお話から、はい、行きたいと思っております。聞いてください。ではこの後いよいよ三浦純年表の佳境に入ってまいります。 TBS ラジオ三浦純のサブカルジェッター2番目がいいんじゃない。三浦純のサブカルジェッター最終回、司会の松下敦です。そしてスペシャルゲストの三浦純と申します。よろしくお願いします。といった最終回ならではというか、最終回のなのにちょっと変な感じでお送りしておりますが、三浦純年表を続けてまいりたいんですが、やっとまだ中学ですか。高校時代のお話をちょっと、はい、わかりました。お願いします。この辺は私も大好きなお話なんですけども、はい、ユースホステルに随分凝った時期が、はい、中学から高校に入ってエスカレーター式っていうんですか、だから男子校6年間やってきたんですけども、そこの中学から上がってきたやつももう悶々としてたんですよ、はいはいはい、もう金玉パンパンの状態で高校にエスカレーターしてるわけですからパンパンのままエスカレーターってどんだけ恐ろしいか。そうですね、3年間パンパンなわけですからね。持ち越し持ち越しで。そうなんですよ。その中の一人がユースホステルっていうとこはフリーセックスだっていう話を持ちかけてきたんですよ。で俺はユースホステスだと思って女性がいると、うん、ユースっていうのは使うっていう意味だから、はい、ホステスを使うと思ってユースホステスっていうとこがフリーセックスだってことで、フリーセックスっていうのはスウェーデンがなんか道端でもしてるっていう聞いてました、どうやらやってるらしいと、うん、日本でもそういう島があるっていうところ、うん、でそこのユースホステスホステルの会員になって、はい、でその後
島根県かな、沖ノ島っていうとこに毎年高校に行くっていうことで、はい、1年目で気がつけばよかったんだけど、ええ、2年目もいやまだまだじゃないかと思って行ってたんですけども、島ですから当然その泊まってる人が次の日帰っていくんですよ、はいはい、で地平線の彼方に船が白い船が消えていくとこをバーッと見送りに行って、また来いよーって言ってるんだけど、俺も次の日帰るんですよ。よく考えたら島民じゃないっていうことに気がつかなかったぐらいノイローゼ、青春ノイローゼだったんです。そこで夜なんかこうハンカチ落としとかやるんですよ、リーダーさんみたいな人が歌を歌ったり、みんなでシャロームっていう歌を歌ったりするんですけど、もう出会った人は全員次の日失恋だと僕思ってたからガーって泣いてまた来いよーとか言いながらよくやってて、だからその青春ノイローゼにすり替わっちゃって、ユースホステスの方をすっかり忘れちゃってますよね、はい、もう青春が謳歌したっていうかね、初恋恋愛、まあ、もしくはセックスみたいなところをかっ飛ばして失恋に行っちゃったんです、そうですね、確信犯ですね、僕は確実にチンでした、確信犯だったんですけども、パンツは2回ぐらい見ました旅行でパンツ見たっていう話になって、そこのユースホステスに泊まってた人のちょっとお姉さんが一緒に泳ぎに行こうよって言われて、はいはい、わーなんて言って行ったら白い水着でサポーターを履いていないっていう特典付きだったんですよ、あでちょっとなんか透けて見えて、でわーって泳ぎに行かれて、僕泳げないんでビーチでぼーっとしてたんですけど、ザバーッと上がってこられたらもう黒い陰りが出て戻ってこられるから、はいはい、あもうまた泳ぎに行かれたらいいじゃないですかとか言って、とりあえずもっと透けてこないかなと思って何回も何回も泳ぎに行ってもらったりしてます、でもちろん島から帰ってきても、その子と文通とかをやっぱりやるんですよ、あなるほど、もちろん簡単に住所を教えてくれますから、青春っていうのは今みたいにそんな個人情報が流れるの今個人情報流れるとか言うけど、青春じゃないです、青春は個人情報がダダ漏れのことなんですものすごい嬉しいことなんですよ、住所から血液型から何から全部わけです、でその子から来た手紙に対し僕がギターでメロディーをつけて、はい、カセットで送り返す始末なんですよ、はい、だぷっつり返事が来なくなるんですよ、1回で来なくなっちゃいます、1回で来なくなります、あ行かれてるんだなっていうこの少年はっていうことだったと思いますけども、ずっと童貞でした、はい、で先ほどの音楽の話、はいはい、学園祭でこうデビューをされた時に学園祭デビューしました、最初そのオリジナルを歌って帰れと言われて、その後に皆さん他のバンドに曲を書いたというお話を、やっぱ吉田拓郎さんも当然他のアーティストに曲を提供するってこともありました、はい、僕それがしたくてしたくてしょうがなくて、いろんな人に言ってたんですけど誰も聞いてもくれなかったんですけども、その中のうちの親戚の、はい、まーちゃんっていうのが不良でしてね、これ、はい、で不良の友達がバンド組んで出るっていうから、はいはいはい、純ちゃんがなんか曲作ってるらしいでって言って、本当に怖い不良の人と3人だったんで、はい、でそいつがちょっとうちの家に遊びに来て、どんな曲あるんやって言って、いやこういろいろ見せたんですけど、僕ちょっと冗談で作ったエロチシズムブルーっていうのがあって、はい、タイトルちょっとひねってあるんですけど、おばんの腰巻き真っ赤っかから始まる、はい、前言えばまあお座敷ソングみたいなブルースだったんですけども、はい、おかま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 へんとか言うような親父ギャグも、いやでもそれヤンキーバンドやるとウケそうですね、で僕はこういう冗談な曲はメインとしてなかったんで、はい、真面目を主体とした時にそんな親父ギャグみたいなやつが俺は歌えないなと思ってたのが、ヤンキーがそのライブに出た時にもうその行動が揺れたぐらい盛り上がったんですよ、俺の曲で、すごいと思って、僕今までヤンキーとかのことをすごい敵対視してて、僕通信空手その頃やってましたんで、僕いつかこの学園を変えてやる俺はいつか強くなってボコボコにやってやると思ったけど、ヤンキーもすげえって僕思って、はい、ヤンキーと文化系のコラボレーションが行われた、コラボレーションで嬉しかったんです、やはりそこで音楽に対する取り組み方も変わってきましたね、ヤンキーはね MC がうまい、あベースMC ですか、 MC がね出だしおめこーから来るわけですよ、当然つかめますよ、つかめますね、僕なんてそんなもん言われたことないですから、そうですね、うちのね学校はちょうど南禅寺っていうとこと、月学の道このまま行くと銀閣寺に行く、はいはい、デートコースなんですよ、はいはいはい、本当の京都っていうもう本当の京都丸出しな地区だったんですけど、
中学と高校の真ん中に道が走ってんですよ、はい、そのデートコースが、はい、で昼休みになるとアベックがこうカップルがこう来た時に上から「アベマ!」っていうのが伝統芸で流行ってました、はいはい、よくやります、ね、よくやりますよね、はい、やりますやります。で俺それから随分だってから30過ぎてからそこの道を歩いたことがありまして、はい、あここはうちの高校、ここの俺高校出てたんだっていうことを紹介してたら、はい、上から「おめでとう!」って言われて伝統だって引き継がれてるんですね。俺に俺が被ってくるとは思わなかったんですけどね。それはすごかったんですけど。いや、きちんとした高校来てくる高校だったんですけどね。はい。それで僕はこのようなお話をずっといつも聞いてると、はい、まあ当然そういう少年はもうミュージシャンになるんだと思っていたんですが、はいはい、ここからがガラリと皆さんの人生変わっていくのが、いきなり美大生を目指し始められますよね。そうなんですよね。僕家庭教師の人が小学校からずっといたんですよ、はい、小学校の3年ぐらいからずっといて、はい、塾に通えないっていうか落ち着きがない子供で、はい、だからうちのおかんは家庭教師をつけるってことになって家庭教師つけてたんですけど、はい、その時にちょうど中3ぐらいから来た家庭教師の方が、美術系の大学行ってた人で、はい、京都芸大の方。京都芸大の人で、はい、その人がまず最初にうちの玄関に現れた時のいでたちっていうのが、ピーター・マックスっていう人の派手なイラストのネクタイをしてて、はい、で、なんかストライプのスーツみたいに着て、はい、女物の傘を差して長髪だったんですよ。かっこいい。あ、かっこいいだったんですか、もう。今までの先生たちはもう、しょぼくれとか、先生たちだったから、はいはい、背広着て。背広着てる、真面目な人だった、はい。その人はもう、ぶっ飛んでる人だったんで、はい、この人だと思って、その人になろうと思ったんです。ヒッピームーブメントの人で、ちょっとそういう系統の人だった、吉田拓郎さんを聞くんだったら、岡林も聞いた方がいいとかって、いろいろクリームとか教えてくれる。勉強だけじゃなく。そうです。でもその人はとてもモテてる話を、はい、らしいそうな話をするんですよ。うん。ほんで、割とかっこいい人だったんで、モテてたんでしょう。あ、モテるんだと思って、ええやると。たも僕そこ行きますってことで途中からそれ三浦さんにちょこちょこ匂わせてたんですか。いや俺やってるけど結構女の子は周りにいて。その人は割と人生の先輩みたいな人で、女泣かしたらあかんでとか、はい、いや女泣かしたらあかんで前に手も握ったことないでしょ。泣かしてのおかんだけだから俺泣かすきっかけすらない、ね、そうなんですよね。でもまあそうやって同じ目線で言ってくれる人ね。痛く青春兄貴だったんですよ。新規の時はそういう兄貴にクラッとしますよね。クラッとして。ね、その兄貴が吸った、タバコをね、変えられた後にスーッと吸ったりするのが、もう俺、それトリップって呼んでもらって、タバコですよ。タバコでトリップしてたんですけども、まあその影響もあって、その後に僕、京都書院っていうところの、今でも多分あると思うんですけど、京都の本屋さんで、横尾忠則大全集っていう本を、はい、たまたま手に取って、バーンと開けたら真ん中のところのセンターのところに観音開きになってて、横尾さんの写真が6枚ぐらい入ってるんですよ。横尾さんご自身ご自身ですよ。いろんなファッションされてる横尾さんがコラージュされてるんですけど、なんだこの人はと思って、この人の絵が載ってるんじゃないのかと。前編の方とかは当然絵は載ってるんですけども、僕が影響されたのはモテそうだと思って、この人かっこいいと思って、ロックスターみたいだったんで、こっちがいいと思って横尾さんになろうと思って、横尾さんと同じことを繰り返して、なるほど、4つ年上のお姉さんと結婚したっていうんだから、もうそう思ったりいろいろしたことありました、はい。それで美大進学を目指し、しました。横尾さんはムサビに入ったと僕勘違いしてて、で受験で上京してきたんですけども、はい、ある本読んだら受験はの前の日にアカデミックな教育なんて意味がない美術にはと思って、はい、やめたって書いてあったのを読み落としてて俺は何のために上京したんだ大事なところなってしまいましたね。あ、その後はもう童貞喪失したお姉さんがいて、はい、もう上京した理由が横尾さんよりはそのお姉さんのセックスってことになってしまいました。その辺の上京して浪人、二浪されてるんですよ、ね、二浪しました。はい。その頃に。だって前の日、もう受験の前の日も女の人と鎌倉旅行とかしてましたからね、僕。はい。もうそれが、こう、童貞を失った、はい、初恋というと変ですけども、はい、初めての、ね。初めての経験だったんで、いや、これはもう、すごいと。アートよりすごい。ミュージックよりもすごい。セックスはすごいってことになりました。はい。もう、風呂がついてなかったもんで、アパートに。はい。
3日未満セックスしてますんで、正常位やってて上でこう重なると、はい、僕の赤が落ちてくるじゃないですか。ポロポロ女体に女体にこう振りかけしたみたいな、はい、それほど好きでした。確かご親戚のお家の離れかなんかにするの、初めはあのうちの三鷹の方の親戚の家にいたんですけども、はい、電話がないもんで、はい、当時からあの京都の友達からたまに夜電話かかってくるんですよ、はいはいはい、で、純ちゃん電話やでってうちの親戚のおじいさんが、うち、僕が借りてた部屋に来るんですけど、はい、セックスしてたんですよ、はい、こっそり隠れて、でおじいさんがバーンと開けた時に僕バックしてました。それは覚えてるんですけどバックしました、それでおじいさんに見られないように慌てて入れ直したっていう話は、やっぱりあの部分だけは見られたくないと思って女性の中に隠したっていうぐらい、それぐらいなことまでやって、後2年後におじいさんがお亡くなりになったっていうことでショック死じゃないかと思います。未だに後悔してます。あと、ではここで、まあ、大学時代の前までのこの時代で、はい、もう一つ、はい、平さんといえばの、はい、大事なことを一つだけ、はい、ありがとうございます。ボブ・ディランとの出会い。ボブ・ディランさんは、吉田拓郎さんが、ボブ・ディランさんが好きだって、立風書房の、その、気ままな絵日記というエッセイ集に書いてある。そのエッセイ集は、未だに持っているんですが、僕はどんな文豪よりも影響された、文体なんです。はいはい。なんとかなんです。はい。とか書いてあるの。おお。それが好きで、未だに書くこともたまにある恥ずかしい人間なんですが、拓郎さんの文体とかにも影響され、すべて拓郎さんの影響でボブ・ディランを知ったんですが、もう、ボブ・ディランを知るに従ってですね、どんどんボブ・ディランにやっぱりなりたくなって、はい、自分であることが嫌だっていうことになりまして、僕、小学校1年の時に、怪獣映画のつぶらやじさんっていうのになりたかった時から、はい、自分であることがものすごい嫌で、憧れた人そのものになりたい、全くその人と同じになって、その人の家に帰って、どうただいまとか言って奥さんがお風呂ご飯とか言ってくれぐらい、わからないぐらいになりたかったんですけども、やっぱり小学生だったり童貞だったりするっていうハンディを背負ってたからそれは誰もが背負うハンディ、ボブディランにもなれない日本人ですからね、まずそこをよく気がつきますね。大ハンデですよね、そこ。僕ね、それは高校1年ぐらいからボブ・ディランっていう人を聞き始めてたんですけど、浪人の1年目の時に、東京の、三鷹のアパートで、たまたま夕方、ボブ・ディランを聞いてて、ジャケットをぼんやり見てたら、外国人だ、この人って。ものすごい衝撃を受けたんですよ。この人外国人だ。後から気がついたんですか？いや、それほど慣れると僕思い込んでたんで、そういえばこの人の詩がダイレクトに伝わってこないっていうのが、なんかおかしいなって思ってたんですけど、慣れないこれは、って思いました、その時。でも、頭に当然パーマも当てましたし、はい、ハーモニカホルダーもぶら下げましたし、ボブ・ディランさんの似たようなことはたくさんやれば、後にボブ・ディランさんが初めて、ステージに立たれたカフェファっていうところにも、巡礼の旅も行きました。ニューヨークにも行ったり、ボブ・ディランさんの30周年のコンサートも見に行ったりはいろいろしたんですけども、いや、今、ずっと何十年も好きですけど、慣れないなっていうのが大きいですね、これ。慣れやしない。慣れやしない。でも、好きのこう熱量は変わらずずっと続いて。そうですね。ボブ・ディランさんは今は、キーボードを弾かれてる、はい、外部を伝えられて、ファンの間ではネバーエンディングツアーって言われてるんですが、はい、ちょっと前まではテンガロンハットに長髪のズラをかぶってキーボードを弾くっていうツアーで、はい、もう誰も止められないようになってらっしゃるんで、でもやっぱり黒澤明監督の映画と同じように、はい、みんなはやっぱり真の侍だとか隠し撮りの三悪人を期待するけど、マーダだよだってあるわけじゃないですか。ボブ・ディランだってマーダだよのアルバムいっぱいあるんですよ。でも僕がまだマーダだよを分かるわけがないわけで、なるほど、同じレベルじゃないわけですから、僕からしたらきっとボブ・ディランのマーダだよに当たるアルバムとか行為とかが、あと10年20年何年かかるか分かんないけど、ああこれはすごいって僕思う日が来ると思います。じゃあボブ・ディランのお話出たところで、本日の3曲目ですけど、ボブ・ディランの曲何か一ついきますか？ボブ・ディランね、若い方も聴いてるかもしれませんが、たくさんアルバムが出てますので、ある時期に聴いて嫌いになる場合もあります。はいはい、昔、岡林信康さんという方と対談したことあります。もう20何年ぐらい前でしたけど、岡林さんうまいこと言うなと思ったのは、ボブ・ディランは塩辛みたいなもんやでって言ってた。はい、塩辛いきなり食って、やっぱり酒も飲んでないのに塩辛がうまいと思うのも、ちょっとね、うまいと思う人もいるかもしれないけど、うまいと思わない人もいる。
だから自分と同い年ぐらいのボブディランのレコードを聴き始めてもらうのが一番いいと思ってソニーでキャンペーンも貼ったんですけども、全然浸透しなかったしなかったけど、僕がとりあえずボブディランさんを初めて聞いた時はもうそうです6枚か7枚ぐらいもちょっとアルバム出てたんですけども、僕はやっぱりルーツから行かなきゃならないと思って、ファーストアルバムから買い始めたんです、それはそれは痛い苦行の道で、あカントリーの時代、カントリーちょっと割とカントリーっていうかトラディショナルなこうフォークソングみたいな感じだった、カントリーブルースみたいな曲だったんですけど、いきなり弾き語りで引き分かれた声っていうやつだったけど、それをずーっと本当にあのミッキーのように苦行してきて、苦行してきた時に、アナザーサイドオブボブディランっていうのが出まして、はい、それもアコースティック1本だったけど、ちょっと弾き方がちょっとロック調だったんですよ。あ、変わっていくと思った、その次のアルバム、ブリンキング・イッツ・オールバック・ホームっていうのが、にぶち当たりまして、それの1曲目が、サブタレニア・ホームシック・ブルースっていう曲だったんです。はい、それはもう、聴いた時にもう衝撃受けて、後にラップとかっていうのを知りましたけど、全然驚かなかったのは、もうその頃から韻をバンバン踏んでたし、この曲があったから。ラップをバンバンやってられたってことで、もう全然早いんですよね、やり口が。プロモーションビデオでこう髪をどんどんめくっていくあの曲ですよね。あれも世界の初めてのプロモーションビデオだったんですよ。ボブ・ディランさんは、ブートレックって今みんな普通に言うけど海賊版っていうのも初めて出たのはボブ・ディランだし、プロモビデオを作ったのも初めてのはボブ・ディラン。日本で初めてプロモビデオを作ったのはあの井上陽水さんなんで、夢の中へっていうのが初めてのプロモビデオです。そうなんですか。はい。ということでぜひとも聞いていただきたいです。ではかっこいいですよこれ。じゃあ曲紹介の方よろしくお願いします。はい、ボブ・ディランさんで、サブタネインホームシックブルース。メロジュンのサブカルジェッター最終回、そろそろ本当の本当のお別れの時間でございます。今夜は作家の松下敦さんをゲスト司会者に迎えまして、私三浦淳の歴史、どこまで行きましたっけ、高校ぐらいまででしたね、浪人時代までからして、こっから面白いんだけどな、ね、俺こっから助手に殴られたりボコボコになったり、ここから実は年表はきちんとできてまして、大学時代、卒業以降、イカ天時代、いろいろあるんですが、ありました、ね、これはですので今年のシーズンが終わった後の、はい、今年の秋からの、シーズンオフの三浦淳のサブカルジェッタ2の初回で、そうですね、余裕公演の中で一人喋ってますけど、また聞きに来ていただければいいと思いますお送りしたいと思います、はい、さあそうです、さよならでいいんですね、本当にさよならです、ということで松下敦さんどうもありがとうございました。今日は司会まで拙い司会で申し訳ございませんでした。ありがとうございます。ということでリスナーの皆さん本当にありがとうございました。それでは、皆さんもサブカルには気をつけて、生活してください。それではさよなら、どうも。Thank you.